濃厚接触者の待機期間は、すでにそれまでの14日から10日に短縮されていますが、オミクロン株の感染拡大によって濃厚接触者が急増していることから、経済活動などへの影響が懸念されていて、待機期間の短縮を求める声が強まっています。政府は検査での陰性確認などを組み合わせることで、7日程度に短縮する案を軸に検討を進めていて、早ければ今日にも決定する方針です。